田舎の学校でチョーチフスの予防接種を行うサン・オーガスティのシュライバー医師。米国戦事情報局からの転送ポリオの予防接種を受けている子ども免疫科または免疫付与はある物質に対して個人の免疫系を強化するプロセスである。このシステムは体にとって異物である分子にさらされると免疫応答を編成し、 また、免疫学的記憶によってその後の遭遇に迅速に応答する能力も発達させる。これは適応免疫の機能である。そのため制御された方法で動物を免疫腹を晒すことで、その体は自分自身を守ることを学ぶことができる。これは能動免疫と呼ばれる。免疫によって改善される免疫系の最も重要な要素は T 細胞。 B 細胞、そして B 細胞が産生する抗体である。メモリー B 細胞とメモリー T 細胞は、外来分子との2回目の遭遇に対する迅速な応答を担っている。受動免疫とは、これらの要素を体内で生成するのではなく、これらの要素を体内に直接導入することである。免疫化は、様々な技術、最も一般的には、ワクチン接種で行われる。 病気の原因となる微生物に対するワクチンは体の免疫系を整え感染症と戦ったり予防したりするのに役立つ突然変異によって癌細胞が生体内で知られているタンパク質またはその他の分子を生成することができるという事実は治療用癌ワクチンの理論的基盤を形成している他の分子も免疫に使うことができ例えばニコチンに対する 実験的なワクチンや肥満ワクチンを作成する実験でのグレリンホルモンが挙げられる。免疫化は特定の病気の軽症化を目指すよりもリスクが低く、その病気に対する免疫を得るためのより簡単な方法として広く述べられている。それらは様々な病気から私たちを守ることができ、大人にも子供にも重要である。免疫化は 致命的な病気から子供たちを守るだけでなく、子供の免疫系を発達させるのにも役立つ。免疫化の使用により、米国をはじめとする全世界では、いくつかの感染症や病気がほぼ完全に根絶された。その一例がポリオである。献身的な医療従事者と予定通りにワクチンを接種した子供たちの両親のおかげで、1979年以降、 米国ではポリオが撲滅された。ポリオは今でも世界の他の地域で発見されているため、ある程度の人々が感染する危険性がある。これにはワクチンを接種したことがない人、すべてのワクチンを接種しなかった人、またはポリオがまだ流行している世界の地域に旅行する人が含まれる。能動免疫、ワクチン接種は20世紀における。 公衆衛生上の重大成果の一つに選ばれている。ワクチンが導入される前は、人々は感染症に罹患し、それを生き延びることでしか感染症の免疫を得ることができなかった。天然痘は、このような自然の病気よりも穏やかな効果が得られる。接種によって予防された。天然痘の接種について、 最初の明確に研究したのは中国の作家ワンクアンが1549年に出版したデュゼンシェネフェである。中国では天然痘のかさぶたを粉にしたものを健康な人の鼻に吹き込んでいた。その後患者は軽度の病気を発症し、それ以降は免疫があった。この手法の死亡率は0.5から2.0%で、 あったが、病気自体の死亡率が20から30%であることよりもかなり低かった。1700年、ロンドンの王立協会によって中国で行われている接種観光に関する報告が受け取られた。一つは中国に駐在する東インド会社の従業員から報告を受けたマーチン・リスター博士と、もう一つはクロプトン・ヘイバーズによるものである。ボルテールによると、 トルコ人は隣国チェルケシアから摂取を導入したという。ボルテールはチェルケシアがどこから技術を得たのか推測していないが、中国人がこの100年それを実践していると報告している。これは1721年にメアリー・ウォートリー・モンタギュー夫人によってトルコからイギリスに持ち込まれ、同じ年にボストンでザブディール・ボイルストン医師が使用した。1798年、 エドワード・ジェンナーは、より安全な手順である牛頭の接種を導入した。ワクチン接種と呼ばれる牛頭を用いた手順は、現在では区別するために、人頭接種と呼ばれている、天然痘の接種へ、徐々に置き換わった。1880年代まで、ワクチン、ワクチン接種は、天然痘のみを指す用語だったが、ルイパスツールが、トリコレラや、動物の炭素病、 人の狂犬病に対する免疫法を開発し、これらの新しい手順をカバーするように、ワクチン、ワクチン接種という用語を拡張することを提案した。マシンワクチンやインフルエンザワクチンなど、どのワクチンを使用しているかを明記しないと混乱を招く可能性がある。メキシコでポリオワクチンキャンペーンに参加している医学生免疫科は、能動的な方法と、 受動的な方法で達成できる。ワクチン接種は濃度免疫の形態である。濃度免疫とは人が例えば微生物と接触した時に自然に起こりうる。その免疫系は最終的には微生物に対する抗体やその他の防御力を作り出す。次の機会はこの微生物に対する免疫応答が非常に効率的になる可能性がある。 これは人が一度だけ感染して、その後は免疫がある小児感染症の多くに当てはまる。人為的な濃度免疫とは微生物が自然に取り込まれる前に、その微生物、またはその一部を人に注入することである。微生物の全体を使用する場合は全処理されている。免疫化の重要性は非常に高く、アメリカ疾病管理予防センターは20世紀における、 公衆衛生上の重大成果の一つに選んでいる。弱毒性ワクチンは病原性を低下させた。その有効性は免疫系の複製能力と自然感染と同様の応答を誘発する能力に依存する。それらは通常1回の投与で効果がある。弱毒性ワクチンの例としてはマシン、オタフク風風疹、MMR、黄熱病、追悼、 ロタウイルス、インフルエンザなどがある。受動免疫とは、あらかじめ合成された免疫系の要素を人に移すことで、これらの要素を自身で生成する必要がないようにするものである。現在、抗体は受動免疫に使用することができる。この免疫方法は非常に迅速に機能し始めるが、抗体は自然に分解され、さらに抗体を産生する B 細胞がなければ、 消滅するため、その持続性は短い。受動免疫は、母親が妊娠中に抗体が胎児に移行するときに、生理学的に起こり、出生前や出生直後の胎児を保護する。人工受動免疫は通常、注射によって投与され、特定の病気が最近発生した場合や、破傷風のように中毒症状が出た場合の、応急処置として使用される。 この抗体は動物で産生されるが、動物の血清自体に対する免疫のため、アナフィラキシーショックを起こす可能性が高くなる。そのため、細胞培養によってインビトロで産生された人ト抗体が利用できれば、それを代わりに使用する。効率的なワクチン接種アプローチのため、少数の集団にワクチン接種する方法が、講演らによって開発されたと呼ばれる。 スプレッダーの識別とワクチン接種に基づいた別の方法がリューラによって開発された。免疫化の外部性を説明した図。個人が私的限界利益に基づいて免疫化を決定した場合、数量級1、価格 P、1となるが、社会的に最適なポイントは、数量級価格 P となる。私的限界利益線と、 限界利益線の間の距離は社会にとっての限界利益のコストである。免疫化 A には q 1を Q にシフトさせるほど大きな社会的限界利益を持たず代わりに急に着地する。免疫化は性の消費者外部性と呼ばれるものを社会に与える。特定の抗原に対する個人の防御力を高めることに加え、それは集団免疫を通じて 社会の他のすべての人により大きな防御力をもたらす。このような負荷的な防御力は免疫化の市場取引では考慮されていないため、それぞれの免疫化の限界利益は過小評価されているとみられる。この市場の失敗は個人が社会的限界利益ではなく、私的限界利益に基づいて意思決定を下すことによって引き起こされる。 社会が免疫化を過小評価しているということは通常の市場取引を通じて社会的に最適な量よりも低い量になってしまうことを意味する。例えば A さんはある抗原に対する自分の免疫力を100ドルと評価し免疫化に150ドルかかるとしたら免疫化を受けることを断念するだろう。しかし集団免疫という付加価値により B さんが A さんの免疫力を70ドルと評価した場合、二人の免疫化の社会的限界利益は合計170ドルとなる。A さんの私的限界利益が社会的限界利益よりも低いと免疫化の消費不足につながる。私的限界利益が社会的限界利益よりも低いとどんな財でも常に消費不足につながる。不均衡の大きさは それぞれの免疫化に対する社会の価値観によって決まる。多くの場合、免疫化は抗原を根絶するのに十分な社会的に最適な量に達しない。それよりも免疫化は病気の人を最適な量にするような社会的な量に達する。米国で一般的に予防接種を受けている病気のほとんどは今でも小さな存在を示しているが、 時折大流行が発生することがある。マシンは社会的に最適化されているため、米国では大流行しても一握りの人の死亡に限られることが多い病気の恒例である。免疫化 B には9一を根絶が達成される量である9にするのに十分な大きさの社会的限界利益がある。また、天然痘のようにウイルスを根絶することで、 社会的に最適な状態になるほど危険な病気の例もある。これらの場合、社会的限界利益が非常に大きいため、社会は費用を払ってでも、病気の蔓延や生存を不可能にするような免疫化レベルに到達したいと考える。特定の病気の重症度によらず、免疫化の費用対社会的限界利益は、完全な根絶が、必ずしも免疫化の最終目標ではないことを、 意味する。社会的に最適な結果がどこにあるのかを正確に知ることは困難だが、私たちは免疫化が存在するすべての病気を根絶することではないことを知っている。免疫化によってもたらされる性の外部性を内部化するために、限界利益に相当する額が支払わなければならない。米国のような国では、このような支払いは、通常、政府からの補助金という形で行われる。 1962年以前の米国では予防接種プログラムは地方及び州政府レベルで実施されていた。補助金の不整合により、米国の一部の地域では社会的に最適な量に達しもの,の他の地域では補助金がなく残され予防接種の指摘限界利益のレベルに止まった。1962年に予防接種支援法が制定されて以来、米国は全体として 社会的に最適な結果に向けて大規模に動いている。政府の補助金にもかかわらず、社会的最適がいつ達成されたかを知ること困難である。予防接種の真の社会的限界利益を決定することの難しさに加えて、文化的運動が私的限界利益曲線をシフトさせていることが見られる。 ワクチン論争は一部の民間人が予防接種を受けることの限界利益に対する見方を変えた。もし AA さんが予防接種には抗原そのものよりも大きな健康リスクがあると信じたなら費用を負担して予防接種を受けようとは思わないだろう。自発的な参加者が少なくなり社会的最適に到達する限界利益が広がると政府が補助金を使って 社会的最適を達成するのは難しくなる。補助金による政府の介入以外にも、非営利団体が発展途上地域に無料の予防接種を提供することで、社会を社会的に最適な結果に導くことができる。そもそも予防接種を行う余裕がなければ、発展途上の社会では、指摘限界利益で決まる量に到達することはできない。予防接種プログラムを実施することで、 組織は免疫化が不十分な民間コミュニティを社会的に最適な状態に導くことができる。米国では人種や民族性は予防や治療のための医療サービスの利用や健康状態を大きく左右する要因となっている。アフリカ系アメリカ人はヨーロッパ系アメリカ人に比べて乳幼児死亡率や全死亡率の主要原因のほとんどが高かった。 インフルエンザと肺炎による死亡率の最近の分析では1999年から2018年にかけてアフリカ系アメリカ人はヨーロッパ系アメリカ人よりも高い割合でこれらの原因で死亡したことが明らかになった。これらの人種間の格差の一因となっているのはインフルエンザと肺炎球菌肺炎に対する予防接種率の低下である。 COVID-19 パンデミックではアフリカ系アメリカ人の死亡率はヨーロッパ系アメリカ人よりも高くアフリカ系アメリカ人では展開中のワクチン接種率が遅れているヒスパニック系の予防接種率はヒヒスパニック系白人よりも低いありがとうございます